豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋は、愛知県名古屋市をホームタウンとして、B リーグに所属している、プロバスケットボールチームである。クラブ名は、強いものの象徴であり、その象徴である和紙、そして戦いに常に勝つという思いを込め、ファイティングイーグルスと命名。チームロゴは、クラブ名の由来となった和紙を落とし込んでいる。ホームタウンは、愛知県名古屋市。 メインアリーナはビワ島スポーツセンター。サブアリーナは名古屋市畜産スポーツセンター。歴代ユニフォームモチーフは犬足。背番号は名古屋にちなんで758。B リーグ初年度シーズン開幕前の2016年7月、エベックスアーティストアカデミーとタイアップして新たに結成した。2020から21シーズンのフィガールズメンバーは9名。 NBDL 所属時までのホームゲームでは、豊田通商チアリーダー部ディンプルズが活動していた。フィガールズ発足後も不定期に登場している。1957年発足。1990年、日本リーグ昇格。2007年、日本バスケットボールリーグ二部機構所属となる。2013年、NBL 参加の NBDL に所属し、NBL 準加盟。これに伴い、 チーム名を、豊田通商ファイティングイーグルス名古屋とする。2015年、B リーグへの参入へ向け、名古屋市と協定書を締結する。その後、B2 への参戦が決まり、チーム名も豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋に変更される。2016年3月22日、運営法人として、一般社団法人豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋を設立。 2016から17シーズン B リーグが発足し、B2 リーグ中築所属となる。ヘッドコーチは OB の渡辺隆二が務める。中築6チーム中2位となる。首位の西宮とは一勝者だった。2017から18シーズン、渡辺大成2シーズン目、川辺大蔵がアシスタントコーチに就任。初の中築優勝を達成し、プレーオフに進出。 プレイオフは、セミファイナルの福岡戦、3位決定戦の熊本戦に、敗れ、最終順位は4位となった。2018から19シーズン2018年11月15日、新しい運営会社として豊か通り、ファイティングイーグルス株式会社を設立、チームを運営していた、一般社団法人豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋は、2018から19、 シーズン終了となる2019年6月末までに FE 名古屋の業務を新会社へ移管する。渡辺大成3シーズン目、中区6チーム中2位となる。2019から20シーズン、渡辺 HC が退任し、AC の河辺大造が HC に就任した。シーズン途中の3月に、 新型コロナ感染症拡大の影響でシーズンが打ち切りとなる。最終順位は中区6チーム中3位。2020から21シーズン川辺体制2シーズン目。コロナ禍の影響で今シーズンにより東西2区制となる。西地区8チーム中2位となりプレーオフに進出。クォーターファイナルで越谷に1勝2敗で敗退した。 2021から22シーズン川辺大成3シーズン目アンドリュー・ランダルラを補強した JBL に NBDL ありがとうございます。